いいじゃん。今日はヤマハの人気艇ファスト23紹介とその船長のお話を聞いていこうと思います。船長の大内さん紹介します。おい、はい、よろしくお願いします。船長の大内です。初めてです。納車が去年の12月の頭です。9ヶ月ぐらいでしたっけ。そうです、そうです。あ、そっか、はい、それがヨングランポーズだったね。3、4ヶ月あ、そう、3ヶ月はポーズだよね。あ、これじゃあ、お、当たった当たった。お、出てきた、すごい、ね、すごいじゃん。友達が持ってていいなと思って、それでですね。あ、その時あの岩国でやって、あのシーズンだったんで、それをちょっと体験してしまうだけ。これ僕親戚の紹介でデルタマリンさんを紹介していただいて、相談して初め中古買おうと思ったんですけれども、新車の方がとりあえず最初はトラブルがあった時に、予算的にこのファスト23って決めて釣り船で探したんで、やっぱりこう前後ろでできてちっちゃいキャビンがついてるんで、家族のも巻き込んでやるのに、女性だったらトイレがないといけないんで、2年越しで説得しました。1年前は100万の船もダメって言われたんで、はい、それを徐々に徐々に慣らしていって、はい、やっぱり家族巻き込んでやるのが、船を買うにはとにかく家族を巻き込むしか、はい、それを前提に、うん、意外と波切りも良くて、少々の波だったら今まで遠くまで意外と行けたんで、これ良かったなと思ってから、大島の裏の沖カムロっていうとこへ行きました。2時間ぐらいですか。50キロはいかがでしょうね。50キロ以上。別に不満ないです。アイパイロット欲しいですね。一応デルタさんで見積もりして、そこへ見積もり書はありません。ディーゼル のシャフト線が欲しいです。時間数が何千時間でもいいって聞いたんで、持ちがエンジンの持ちが全然違うって聞いたんで、はい、保険料が年間3万切ったぐらいだったと思います。はい、あれがですね、40万切ったぐらいですね。だいたい平均で3万5000ぐらいじゃないんですかね、燃料とそのオイルとか。軽流代とかはなしで。なしで。7万だよ。そっか、全部で今のところに2回から3回出てます。僕いつも遠くまで行くんで、75リッター全部空にしてます。それプラス75リッタータンクなんですか。はい、75リッターじゃないんですね。ええ、75リッター空にプラス、そこへ20リッターが、蛍光管が2つあるんですけど、必ず1つなくしてます。1時間で15リッターぐらいでしょ。そうですね、これがあそこで釣れとるって聞いたらすぐそれに飛びついて、道具から材料から買ってそのせいで始めます。面白い。噂を聞いたとこへ出没してます。遅れて平場と馬面を友達と一緒に相棒とやってます。あ、はい、買うのなかなか最初は勇気いると思うんですけども、そうよね、やっぱり楽しんで、ぜひみんなさんが頑張ってやってください。そしてですね、船長インタビューに答えていただいたお礼といたしまして、作ってきましたステッカー、銀チャンネルアイコンの魚、もう一枚、うん、T シャツでおなじみのこれですね、魚マーク、ありがとうございます。
あ、やったありがとうございます。やったステッカーもらった。喜んでくれた。やった船長インタビューじゃんじゃん募集中なんで、船とお話を聞かせてくれる方がいらしたら、インスタかフェイスブックか YouTube でコメントください。お礼はさっきのステッカーを一応用意してます。当たりました。来た大ちゃん、その勢いで大ちゃん、チャンネル登録言って。チャンネル登録よろしくお願いします。ナイスナイス。まずはジーイングするときとか落ちない、こういう動きするときにこうできます。ロッドホルダー、これはもうオプションですね。これもオプションらしいです。最初は何もない。空気入れたり。あー、こんにちは。お疲れ様です。またお願いします。これもオプションです。椅子、はい、ここに収納があります。鍵を挿すとこですね。これはあの、弱からないやつですね。で、ここがこれ、チルト、ね、これ前の収納、ワイパー、ワイパーの水、で、豪快と、停泊と、アンカーのマークね、で、12V のシガーソケットがついて、ガソリンと、スピード、これもスピードメーターで、ホーンデックスの魚タンがついてます。中開けてもらって、こんな感じで、こういう感じです。で、閉めと、常時閉めて使うときに開けます。これは手動じゃなくて、押したらボタン押したら水が自動です。うわ、綺麗トイレ。ここはイケスです。ね、こっちが多分バッテリー、バッテリーが入ってますね、ここに。で、ここにオンオフスイッチ。あ、何このスイッチ。スイッチ、オンオフ。あ、バッテリーの、で、こっちが、こういうちょっと小物を入れたりする場所です。で、交換が2つ、はい、あ、それはここです。この蓋のここですね、ここなんかな、これ。これは75リッタータンクらしいです。はい。エンジンは115馬力、最新のヤマハのエンジン。で、あと前のバウレールと一緒で、これもここでジーイングするときに落ちません。少々。で、ロッドホルダーね。いい遊魚とかですから、ロッドホルダーのこれを作ってますね。これなんですよ、ここ。これ、わかんないですよ。ポケットつけたりするんじゃないですか。これでもういいよ、感じ。これなんかね。なんかね、あっちもあるもんね。多分ポケットつけれるんじゃないですかね。あとで。あ、次元、とりあえずのメイクラブ。そうそう。ああ、なんだいう口になっとんだろう。ね。意味があるんですかね。あ、でも、いや、空気か。ガソリン気か。あ、え、いや、一応、燃料がたまるけ。爆発しちゃいけんけ。燃料タンクはどこにあるんですか。ここにあります。この真ん中です。あー綺麗。ね、何のステッカーがない。ステッカーが足りません。ステッカーが足りません。何の話。全然足りません、ステッカーがうちに。あれ名刺でしょ。名刺あもう何もできない。あ、何もないわ。また今日いきなりってあったらびっくりです。ます。またまたお願いします。いかがでしたか。船と船長、船のオーナーってどんな人で、どんな船を選んでいるのか気になりませんか。例えば私たちと同じ船に乗っている船長さんも、考え方は私たちと違う部分があると思います。船長インタビューでは、その方の人柄や考え方をお伝えできればと思います。また船長にこんなことを聞いてほしいといったご希望があれば、コメント欄にお寄せください。船のレビューは持ち主に聞くのが一番いいと思い、このような動画を作ってみました。
船の購入をご検討されている方の参考になれば幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。釣りに行きたくなった方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、次の動画はこちらです。